桃太郎電鉄シリーズ桃太郎電鉄11ブラックボンビー出現。野巻桃太郎電鉄11ブラックボンビー出現。野巻はハドソンが2002年12月5日に発売したプレイステーション2用、任天堂ゲームキューブ用のボードゲーム。桃太郎電鉄シリーズ第11作。今作はスーパースリー以来のマルチプラットフォームでの発売となっており、 任天堂の末を聞き向けタイトルとしては、ハッピー以来。用意されているのは、全国編のマップのみであるが、前作の、九州編で登場したシステムがいくつか全国編のマップに搭載され、新益も増加している。また、本作では新たに、CG 描写の方式として、トゥーンシェーディングが採用されており、2017まで継続して使用されている。7から、 X のようなプレイヤー全員に被害を与えるイベントキャラクターは本作では登場しない。ただし本作よりジュニア以来となるゲストボンビーが登場するようになり本作ではサブタイトルにもあるブラックボンビーが新登場する。ゲーム監督の佐久間明によると前作 X の不満点が自分たちでも驚くほど解消されているという。 新たに開発主要スタッフとして、川田忠幸が制作に参加しており、本作以降のハドソンが、九州合併されるまでの作品は、川田を筆頭とするハドソンの開発チーム、チーム川田が手掛けるようになった。また、ハドソン九州合併後に発売された、2017についても、同チームに所属していたメンバーが開発を手掛けている。太字の駅は、目的地になる駅。 ゲーム誌、ファミツーのクロスレビューでは9.88.9の合計34点でゴールド殿堂入りを獲得した。ありがとうございます。